アメリカの有名な競馬レース会場に日本大使館が初めてパビリオンを出展し、アメリカ政府や議会の関係者らに日本の文化をアピールしました。全米が注目するレースの会場で振る舞われているのがこちらの日本酒です。アメリカ競馬の三冠レースの一つ、プリークネスステークスの会場に日本大使館主催のパビリオンが出展されました。地元の上院議員らおよそ300人が招かれ、寿司などの日本食や日本酒が振る舞われました。We're just having a fantastic time here with people from all over the world watching this great race. 肝心のレースは一番人気の馬が敗れ、波乱の結果となりましたが、招待された人たちは日本の食文化に触れながら優雅なひとときを味わっていました。